イメラジオ第7002回。今日は令和6年。11月6日水曜日です。時刻は午後6時半。横浜港北。午後6時半、もう夜ですね。センター北の観覧車はオレンジ色に輝いていますよ。なんかコロナの頃からずっとあの観覧車が輝かなかったんですけど、なんかここに来て前夜、 輝いてますね。かつてはセンター北の夜といえば、このオレンジまたは緑に光る観覧車、それが復活して、なんか街に夜の活気が戻ってきたような、そんな気がします。さて、今回はトランプ候補当選、こんなタイトルです。もっと時間がかかるのか、一週間や二週間も 結果が出るまで待たされるんじゃないか。そんなことを思っていましたが、なんと、もう一日でトランプの当選が決まった。で、トランプも勝利宣言していますね。私も聞きました。私たちは今まで誰も見たことのないような、そんなものを見ている。こんな風に言っていましたね。 そして、これからの4年間がゴールデンエイジと言っていました。アメリカの黄金時代になるだろう。まあ、こういうことを指導者は言わなきゃいけないんだよね。希望を与えるというか。で、当然、あの、国境の管理を厳しくする。国境の壁を作ると。そして、出て行ってもらうべき人には出て行ってもらうと。 でまたアメリカに来たいんだったらリーガリーと言ってましたね合法的に来てくださいまあこのバイデン政権の4年間これはまあ悪夢の4年間でもあり世界がウクライナ戦争そしてガザ戦争を見たトランプはよく自分が大統領だったら ウクライナ戦争もガザ戦争も起きなかっただろうウクライナ戦争に至っては今からでも自分が大統領になったなら24時間でプーチンと話をつけてウクライナ戦争を終わらせてみせるこうも言ってましたね、まあ、実際に24時間かどうかはともかくトランプはもう早速プーチンと話をつけるために動き始めているでしょうでこのウクライナ戦争は 2月22日でしたね。確か起きたのが。3年、そして4年に突入するのかと思われていましたが、3年で終わる。こんな感じが見えてきました。早く終わってほしいですよ。そして、イスラエルというか、ガザの戦争もね。トランプさんというのは、もう戦争嫌いの大統領ということで、そういった戦争が、 これでやっと終わる私はそう,思っておりますそういう点ではトランプさんを信頼してもいるんですよ。2016年から2020年にかけての前回の彼の政権においても戦争は起きなかった。だからよくトランプがこの選挙キャンペーンでね、現代で、モダニティって言ってましたけど、現代で、 アメリカの大統領の中で自分の政権の時だけが戦争をやっていない、そういう政権だったんだ、うん。いいことです。アメリカはもう犯罪率が高くなり、当然それは移民の流入と関わり合っています。もう街が住めなくなってる。やっぱりそういうところがもうアメリカ人のコンセンサスとなり、 バイデン、ハリスじゃダメだと。ハリスがもう4年やったらもっとめちゃくちゃになると。移民で溢れかえる。しかも非,非合法な、違法な移民でね。激戦州と呼ばれた7つですね。ミシガン、ウィスコンシン、ペンシルバニア、で、あの、ジョージア、ノースカロライナ、ネバダ、アリゾナ、こういったところですよね。 トランプさんが全部勝ってる。どこでも。で、アメリカの大統領選っていうのは、勝った州の選挙人を総取りできますので、もう激戦州ではトランプがもう全部勝ってハリスゼロみたいな、こんな風な数字になっちゃってるんですよ。ですからまあ、もうこれは当選確実だろうということで、トランプさんも勝利宣言。もっと選挙の開票に 時間がかかるかと思われていましたが、まあ、それだけトランプさんの勝利が手堅かったということですね。アメリカはこれで4年間救われた、こうも言っていいでしょう。民主党はもう今、アメリカの民主党は、アメリカを売るような、なんか、日本の立憲民主党、あるいは日本の国民民主党と似てる民主党は今、 2024年の今どこでも悪いことばっかりしてるわけですよ。で、さすがにアメリカ人もこれじゃまずいということでトランプを選んだ。で、トランプは日本に対しても自主的にやんなさいよと。自分で立ちなさいよと。外交も防衛も自分でやんなさいよ。ということを前の政権でも言ってきたし。で、 これからも言ってくるでしょう。これは日本にとっては自立できる願ってもないチャンスなんだけど、まあ戦後の日本の歴史を多少なりとも知ってる人ならば、日本はこれまでに数回言われたアメリカからのもう独立しなさいよというその提案をことごとく断ってアメリカさんいてくださいと、米軍、日本国内に駐留してください。こういうことを言い続けてきた。 のが戦後日本人なんですよ。それはあの政治家も含めてね。で、今のままだと日本人はそのメンタリティーから全く抜け出ていないので、つまり自分で自分の防衛をやると。で、自分でしたたかな外交もすると。外交と軍事っていうのは車の両輪ですから、どっちか一個かかけても、あの、成立しないんですよ。 だから日本軍事を欠いたまま外交をやってるってことで外交がそもそもなっていないだから戦後80年ほどずっとアメリカベッタンコの外交こんなもの外交と呼べないんですからかつてのソ連そしてロシアになってからも日本はもうアメリカの属国に見えていた保護国に見えていたというふうによくソ連そしてロシアの外交官たちは言ってましたねいやその通おりだ自分で何にも決めない。 アメリカに全部決めてもらう。で、こんな国はもう主権国じゃない。その通りですよ。まだあの、最貧国の北朝鮮みたいな国の方が、まだ主権行使やってますよね。いいか悪いかは別にしても。主権行使やってんですよ。で、自らの意志と努力で道を切り開いてもいる。日本人はもう、アメリカの言うことだけはいって聞いているような、そんな80年間。 トランプさんがそれにもういい加減やめようよとこんないびつな関係はというふうに多分言ってくるこれはトランプさんが正論なんだけど今の日本人はもうあの平和ボケそしてあのもう心が縮み上がっていますから自分で自分の防衛なんかできないんですよ日本人の心が縮み上がってるんですよだから経済が30数年間あの ね、成長できなかったこんな国日本だけだって言ってるけど自分で防衛やってない国が日本だけだからこうなるんですよ言ってみれば。自分で自分の国の防衛をやっていればもちろんどこかとの同盟は必要です。一国だけで全部の,あの軍事的な 需要を賄うことはもう今できないのでね、どっかの同盟は重要だし、日本にとってその同盟はアメリカとなるでしょう。今の世界を見渡すと。間違っても中国やそんな国ではないはずです。だからアメリカとはもっと対等な軍事同盟、しかも日本がちゃんと軍を持ってね。で、 あの、自分の国は自分で回る。米軍だって出て行ってもらう。あれは相当縮小する。沖縄からも出て行ってもらう。いい話じゃないですか。それができないんですね。だから、トランプさんが今回当選したということは、日本にとっても非常に朗報で、で、アメリカにとっても朗報で、世界にとってもそうです。そして、まあ、保守の言論人、悪く言えば右翼なんですけど、ね、 保守の言論人、あるいは右翼の言論人にとってもですね、あの、トランプさんはウェルカム、歓迎となるはずです。トランプさんが多分リーダーシップを発揮して、で、副大統領バンス、バンスも今回の勝利宣言でちらっとスピーチしてましたね。の二人でタッグを組んでアメリカを まず、い、癒すと、傷から癒すと、ヒールっていう、そういう言葉をトランプさん使ってましたね。で、傷がちょっと癒えてきたら、走り始めると、やっていくでしょう。リーダーシップとはそういうものなんです。で、日本、石破さん、これはダメだ。野田さん、あ、もっとダメだ。で、あの、賛成党まだ小さすぎる、日本保守と、ごたごたと。 もうこれが日本の政治のぞーっとするような状況なんですよ。日本にもジャパンファーストを掲げる本当の愛国的な保守のそういう政治家が出てきてほしいですよね。もちろんトランプはそういう政治家を待つでしょうから、り公的主ですよね。トランプみたいな人にとっては、 あの、ヘラヘラ笑って何でも言うことを聞くような奴よりは、あの、ガーンと自分の意見をぶつけてきて、そしてあの、戦うぞという姿勢を示すような、そういう政治家の方がやりやすいんですよ。トランプにとってはね。そういう政治家、今日本にいない。まあ、これが今の日本のもう最大の弱点、政治が最大の弱点ですけど、それは政治家が悪いんじゃなくて、日本国民の心がもう縮み上がっていることが原因なわけですね。 日本はともかくトランプが選ばれた。これから4年間はアメリカはトランプが仕切っていく。これでまあ一安心といえば一安心です。バイデンやハリスだったら悪夢がまた4年間続くというがっくりみたいなこんな状況だったはずですね。まずは私たちも少し安心しましょう。そして翻って日本人がどうするべきか新しいトランプ政権でね、それを冷静に考えるべきです。